言いながら、ヒロちゃんの凄みは無駄なゲームを排除する。これが一流だよ。超一流。ゲームを全てやるやつは一流じゃない。超一流までは行ってない。をつけてるだけだよ。インチないね。でも分かんない。なんかホテルの当たったっぽいけど、もう柔軟に対応してる。負けてから絶望すれば、負ける前にやったことかな。ああ。このパターンはキャントンマンの可能性がある。もうキャントンマンがもうなかなか釣るのがあれなやつ、もうキャントンマンだな。釣るのが超速いやつなんかもうキャンプなんかしてる方が時間の無駄でしかないっていうクラスもいるけど、もうそういうやつに文句言えないもんね。キャンプで卑怯だとも言えないっていう。キャントンの可能性があるよ言っといたけど、種あたりの方がいいかもな。これトレッキルはなんか嫌な予感がするんだわ。え、何やってんの。違うっつうの。種あたりキャンプトンネルの可能性があるんだわ。トンネルだろうやっぱり。トンネルがあったからケアをしといただけの話です。どこで回してた。回せねえのが痛いけど、やる方が問題。いろいろ分かった。キャンプなんだよ。こういう捕まえるのが苦手なやつはキャントンしかしねえから。回復立て直しさせたい。だから、バックアップに入ってたんだよ、フォローに。一人でやると危険なんだわ。さっきうまくいったけど。畳みかけなきゃ厳しい。その代理が必要だと思うよ、これ。あげるよ。安心できる相手じゃない。ちゃんと応募してくる。キャンプで守り固める。特に俺が捕まった時に大事。作っとかなきゃいけない。やばい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 。ピートの地上波今5台目に着手してる。なんとか逆方向の小屋まで行ってくれればすっげーありがたいんだけど。これヤギの時代だな。
あ、行く行く行く。自分はゆっくりして、ゆっくりやって、ゆっくり。戻ってる。絶対来るな、戻ってる。ただ。発電機回してねえの、ジルが。ジルじゃねえ、ケイトが。いや、だからこうなるから嫌なんだよな。正確にこうなるから俺が回さないと勝てないんだわ。ねえな。回さないと勝てないよ、もう。ああ、回すやつがいない。俺だから困るのよ。ケイトが回してなかったら俺あっち回したのよ。マジでジルの人回して。で、ケイトと俺回復しよう。だからキャントンで数減らされて3人になるから。これ描かなきゃダメなのよ。発電機回すのが回せないと厳しいんだわ、もう。これ負けパターンになるのは俺が回せないんだわ、あれだと。フォローに入んないといけないんだわ。ヒルのやつが気が利くやつだったらいいんだけど、気が利かねえんだもん、もう。もう、俺が回せねえからこうなるっつってんのに、もう言ってんじゃん、もう絶対にこうなるって。三人、だからこれきついんだよ。俺がゲームやってればすげえじゃん。もう半分以上回してんじゃん。こうなるって言ってんだよ、もう明言してんだよ、もう厳しくなるよって。デッドバイプレイヤーってさ、これで勝ってて喜んでるからね。俺なんてもう6割以上回してんじゃん、もう楽勝で。もう楽勝のレベルまで達成できないんだよ。でも俺の救助しないと多分間に合わない。言っただろ、俺もう明言したからな。キャンプトンネルがあるって、激しいキャントンがあるよって。なるほど、下がって。ケイトがそこ回してくれたのに。俺はああいう風に救わないと絶対ダメなんだよ。キャンプだから。キャンプやってるやつなんてもうやばいが。大丈夫、3人。1人でもいいや、逃げよう。こっち来たら任したよ。近すぎんだわ。知らないけど、これはカス、これや、これヒーローちゃんデッドバイラースーパース、美しさの塊。ジルと俺比べればわかるでしょ。もう予測してるから、完璧に予測して動いてた。発電機回しながらケアを測りながら、救助のケアも測りながらやってる。あのタイミングでしかないんだわ。信用してても行かなきゃいけない。戻ってくるから、絶対に。ジル一発当てたらただ戻って守り固めてるだけだ。動かなくなったんでしょうけど、ただヒロちゃんがいたら勝っちゃいます。途中までちゃんとやってたでしょうから、キャンプっていうね。やる気なくなりました。通らねえから。うん、私は初めから本気出してません。いや、つまんないレベルで本気出してましたよね、違った方の。うん、ここだけ見るとナースはボットなんじゃないかって思う。いやいや、ドキャンパーでしたよ。僕はもうそこ全部ケアしてたから、ケアして2つやってました。デブロードの救助放置するとダメだし、もう接近されて俺が負傷を食らったら見捨てることになっちゃうから、デブロード。それよりはケイズレ逃げてもらった方がいいんでね。ケイズレ逃げてもらってる間に
どうでもいいよ、早く好きなようにして、俺抜けたから来ないから。まあやる気なくなったか知らないけど、でも4代目まではやる気すげえ出しましたよ。なんか私はもう手を抜いてましたからみたいにやられてもね、あんなにバリバリでつまんないよプレイやってたのにね。でも相手が悪かったんだよ、ケロちゃんがいるから無理よ。もうそう、もう分かりきってるから、こういう手口のやつはあのキャンパーでキャンプで守り固めるっていうデータは入ってるんだよ。そういう予感はしてたんで、うん、1回目でなんとなく察したんで、2回目はとりあえずジルが一発もらう前に行かなきゃいけない。一発もらうと戻るから、守り固めてるだけなんだ、要するに。おー、ポイントなの。一発もらう前に行かなきゃいけない。一発もらってから、やってると戻ってくるんだよ。で、俺までその間に一発もらってしまって、救助ミスが起こると一番意味ないから。救助ミスが発生すると意味ないんだよ。絶対そこのミスがないようにするためには、ジルが一発もらう前に、ジルが遠く、多分遠くに逃げてる、その間に、距離を詰める。戻ってくる前に助ける。信用を例えしてでもそれが正しいの。うん。じゃないと、見捨てることになっちゃうからね。